上は、カシミヤの首まで、すごいあったかいタートルネックのニットと、その下に登山用のメリノウールのインナーを着て防寒をしています。で下は、これも厚手のウールのパンツで、このパンツとその下にタイツを履いて、で厚手の靴下を履いて、完了です。食べるタイミングってあんまり夜サンドイッチって食べないしなと思って、そしたらじゃあ朝ごはんを自分が作るようにして、なんかこう自分の作りたいサンドイッチを作ったらいいんじゃないかっていうので、そこからサンドイッチ作りを朝するようになりました。一番オーソドックスな選び方としては、少し焙煎が
っかりされているもの、浅煎りではないものを選ぶと苦味だったりとか甘さだったりとかコクみたいなものを感じやすいと思います。例えばじゃあうちのケーキと合わせるとかっていう場合はこうチョコレートでナッツが入ってるケーキとかもあるので、そういう時はこう少しアーモンドっぽい香ばしい甘さがあるコーヒーですとか、ミルクを加えたカフェラテですね、カフェオレやカフェラテを合わせて飲むことが多いですね。一番はこうコーヒー豆を買うときにお店の人に聞いていただいて、こういうチョコレートと合わせたいんですけどっていうときっと喜んで教えてくれるはずなので、ぜひ聞いてみてもらえます。